今日私が紹介する選手はデーデン背番号6番七海咲選手です。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。プレースタイルは、はい、なんといってもザ左利きって感じの、はい、あと左のキックがすごい綺麗。ありがとうございます。とどうなんだろう、なんだかんだ言ってみんなを引っ張っててくれてますどうかな頼りにしてますよ。はい、自分も頼りにしてます、オフの日はおふざけ隊長の井上彩香と小野瞳さんと過ごすことが多くて、はい、温泉行ったり仙台行ったりするか、うん、のんさんとその4人でどっか遠出とかしたりしてます。じゃあ遠出した中で印象に残ってるところは、岩手県の顕微鏡のなんか空飛ぶ団子とかっていうとこ行って、なんかマジ超すごいんですよ。なんかお金入れるんですよ、うん、でお金入れたら山の方からなんかピューって団子が飛んできて、うん、それをまあ食べるんですけどあそこにおふざけ隊長いるおふざけ隊長いますっていう感じで、まあなんかその前日にいきなり行こうみたいになって決めて行きました、うん、何してますか。サッカーしてなかったら宇宙飛行士になりたかったのと、あとなんか多趣味なんで、うん、裁判官になりたいとか思ってた時もあるし、あと教師とか、うん、そういうなんかいろんなことに興味がありすぎて、うん、マジでなんかディレクターさんとか、うんうん、なんかカメラ持って世界中回りたいとかいろいろあったから、うん、なんか何になってたかは不明。すごい、いろいろ趣味なんだ。やりたいことがあります。素晴らしいですね。私は趣味がないのでちょっと今探し中です。じゃあ一緒に。あ、ちなみに今後ろで BGM を流してくれてるのはゆきさんとあやかさんです。ということでみんなでいつもふざけてワイワイしてます。はい、はい、以上七海咲選手でした。バイバイ。それでは皆さんお楽しみの次回私が紹介する選手は5番酒井由紀選手でした。おめでとう次回は酒井由紀さんをご紹介します。はい、バイバーイ。やだ。